はい、こんにちは。まーちゃんねるまえはるです。はい、今日はこちらと。こちらですね。仮面ライダージオの。デラックスエグゼイル無敵リモライドウォッチと。デラックスビルドジーニアスフォームライドウォッチです。はい、ということで、この最終フォームのライドウォッチがなんと出ましたね。うん、こちらがビルドの最終フォームのジーニアスフォームのライドウォッチ、うん。そしてこちらがエグゼイドの最終フォームの無敵ゲーマーのライドウォッチですね。さらなる中間パワーアップフォームが、この最終フォーム系のアーマーなのか、ちょっと気になるところですね。うん、はい、じゃあ早速開けてみましょう。はい、ということでこちらがエグゼイド無敵ゲーマーライドウォッチですね。すごいね、これ。ラメ入ってますね。キランキランですね。うん、ここにはちゃんと2016と入ってますね。うん、では、デザインシートを取ってみましょう。はい、おー、ちゃんと言うんだ。うん、ハイパー無敵な黄金ボディ、完全勝利のエグゼイド、無敵ゲイマー。あー、長い。すごい。すごいね。うん、では文字盤回してみましょう。うん、続いてこちらがビルドジーニアスフォームライドウォッチですね。これもラーメン入ってるね。真っ白。真っ白だね。すごい綺麗だね。ではぜひとこれも撮りましょう。ものすげーって言った。じゃあもう一番回してみましょう。はい、はい、では軸ドライバーで聞いてみましょう。はい、あら、これすごいや。これ完全オリジナル音源だね。オリジナルだ。で、最後ハイパー無敵だけはあれだったね。うん、すごい。ちょっとかっこいいね。うん、はい、では必殺技いってみましょう。じゃあビルドジーニアスフォームライドウォッチいきます。はい、あー、やっぱりオリジナル音源。うん、これはすごい。はー、びっくり。じゃあ必殺技いきましょう。うん、ちょっとハイパー無敵久しぶりに聞いてみようか。うん、あ、そうね、ハイパー無敵だけだね。そうだね。
じゃあジーニアスの方も聞いてみよう。編集音としてめちゃくちゃ長いねこれね。最後のハイパー無敵ジーニアスと、うん、そこだけがオリジナルが使われてるって感じだ ね。音声聞くとやっぱり、うん、妖怪ウォッチっぽい。じゃあ一応やっていきたいなってことで、うん、エグゼイド無敵ゲーマーライドウォッチとビルドジーニアスフォームライドウォッチを両方つけてみましょう。すごいいろいろ喧嘩しちゃってる感じだったね。ここのあの表示はすごい綺麗だったんじゃないかな、うん、はい、ではディケイドライドウォッチはどう聞こえるでしょうか。エグゼイド、そうだね。じゃあジーニアスはあーだ ね。一応ビヨンドライバーでも音声聞いておきましょう。一応真ん中で無敵ゲーマーの書き勝ってていいね。うん、じゃあジーニアス、はい、これもいい感じ。はい、ということで今回は仮面ライダージオのデラックスエグゼイド無敵ゲーマーライドウォッチとデラックスビルドジーニアスフォームライドウォッチでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そして今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、そしてチャンネル登録は真ん中だからよろしく。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。